皆さん、お気づきでしょうか？この可愛いグッズたちを、ティアラチャンネル。はい、はい、今回はダイソーのアニパンズの品物を紹介していきたいと思います。イエイ。めっちゃ種類あるよね。うん、すごいね、ダイソーね。このグッズはガールズトレンド研究所さんとコラボした商品やアニパンズの商品があります。じゃあこれからこの口から。はい、はい、これはクッションヘアブラシです。これコアラはココパンって言って、このクマはジョージパンっていう名前なんです。じゃあ2つ目を紹介していきます。はい、2つ目はじゃじゃん、じゃーん。はい、これはノック式ボールペンです。ボールペンです。これは3種類ありました。はい、これが、あ、4つともこれはガールズトレンド研究所さんとコラボしている商品です。左から、これが、この子がなっちゃうパン、なっちゃうパン、うん、この子がダダパン、お、で、この2つはジョージパンです。じゃあ3つ目、じゃあこれを紹介します。じゃーん、これは水性ペンです。ちなみにこれもガールズトレンド研究所さんとコラボしています。これ5本セットになんと100円なんですよ。おー、お得お得。アニパンズって書いてて、色によって顔もね違うしね。イメージカラーかな、イメージカラーだろうね。コアラやったら水色みたいな。4つ目、じゃーん、これは IC カードとかを入れれるパスケース。パスケース、後ろにね、後ろに入れれる、こうやって。で、中も入るよね。ポーチのようになっています。いっぱい入りそうね。電車の時とかさ、こうまとめて入れたいよね。うん、スーツにこうやってこうお金とか入れて、こうね、そう、 IC カードにチャージする時とかに使えるね。5個目、じゃらーん、イエイ。ガールズトレンド研究所さんとコラボしているダイカットジッパーバッグです。いいね、ジッパーだからお菓子とか入れるしね、うん、こうなんか細かいもの入れる時とかに使えますよね。しかもこれ大きいのとさ、ちっちゃいのがあってね、うん、使いやすそう、うん、使いやすそう。かわいい、かわいいからさ、友達にさ入ってあげた、うん、めっちゃかわいいってなるよね。欲しい欲しいめっちゃ欲しい。6つ目、6つ目は、はいはい、はい、じゃーん、ハンドクリームです。これ香りが違います、うん、これはピーチ&フリージア、真ん中はベリー&バニラ、右側はペア&ジャスミンね。なんかいいね、これ持ち運びができるサイズだしね、うん、かわいい。こうちょうどいい大きさっていうか、バッグに入れやすい。しかもハンドクリームだから今の時期にぴったりだね。うん、かさつきとかすごいもんね。うん、リラね、めっちゃ乾燥するからこれほんと欲しい、うん、欲しいです。はい、じゃん、お、これはこれは GT ダイカット付箋です。これもガールズトレンド研究所さんとコラボしています。ねえねえ、ゆなちゃん、これさ、学校で使えない？使えるよね。使える。しかもこれ友達にさ、使わせてっていう時にあげたらさ、うん、これめっちゃ可愛いってさ、人気者になれるかも。うん、これは教科書に挟んで、こう大事なところをね、書いたりね、テストの時とかね。テストの時？覚える時に。あー、一番大事なところを書いたりね。じゃーん、8つ目、次はウェットティッシュとワンプッシュウェットシートの蓋。蓋はね、5種類あって迷ったけどこれにしました。お、しかもさ、このウェットさシート結構入ってるんだ。うん、ね、これどうやって使うかっていうと、このこれ開けますよね。で、ここにシールがついてるから、それをこれをペタッて貼って、蓋を開けたら出てくる状態になるみたいなね。ね、かわいいですね。いいね、うん、持ち運びとかもできるかな。できる、遠足の時とかさ。あー、ね、使える。いいよ、ね、すぐ手汚れるけどね。はい、9つ目、9つ目は
ハンドミラーです。黒板ね、化粧とかでも使えるね。しかもこんぐらいのサイズだったら、いいぐらいに顔がジャストで入る。10個目。10個目はじゃーん、スマホケースです。おー、スマホケース、しかもさ、クリアだから可愛いよね。あとここに常時パンが紙で、ね、紙コップの糸電話みたいな。あ、そうそう、糸電話。じゃじゃーん、11個目。11個目はマニキュア型カラーペンです。はい、しかもこれ3本セットで100円。ガールズトレンド研究所さんとコラボしている商品です。かわいいよね、パステルカラーで、ね、あの筆箱とかにも入りそう。しかもマニキュア型だからおしゃれだよね。マニキュアしてるのみたいな。違うよ、ペンだよ。2個目。じゃーん、12個目。すごいよね。12個目はこれは紙コップで、星型のは紙皿です。この食器はパーティーやバーベキューで使えるよね。使えるね、しかもインスタ映えそうやない？あー、インスタみたいな、ね、ハートトローやーってね。この食器たちを使えば、パーティーが盛り上がっちゃうよね。ほんとね、盛り上がるよ、イエーイみたいな。イエーイはい、じゃあ次、そして最後、13個目と14個目、こっちから紹介していくよ。こっちはトートバッグ。トートバッグでガールズトレンド研究所さんとコラボしているものです。はい、これもガールズトレンド研究所さんとコラボしていて300円です。こっちはちょっと物を入れるときとかにも、いいね、ちょっとお出かけするときとか、こうお買い物の時も使えるね。これはね、部屋に飾っとくとね、かわいいね。クッションでソファーの上に置いとったりとか、いいね。紹介は以上です。